皆さんこんにちは、ヒデです。いつも動画をご視聴いただき本当にありがとうございます。ピオーネ定食4年目苗の10月4日の様子になります。はい、現在の様子はこんな感じですね。はい、もうピオーネの方は随分収穫進んでいます。今日はですね、残った房の方をね、めぼしい房を収穫していこうと思います。色づきの方はですね、やっぱ去年よりちょっと悪いかなという感じですね。やっぱどうしてもね、袋掛けしているとこの色止まりになってしまいますね。袋掛けをしてないとかなり真っ黒になるんですが、ちょっとうちの畑は害虫多いんでね、なかなか難しいところです。もう収穫して食べてるんですけど、今年のピオーネはね、激うまです。去年もね、3年目から実をつけて美味しかったんですけど、今年はですね、本当に美味しい。びっくりするぐらい甘いですし、コクがあるんですよね。ピオーネはね、口に入れた瞬間のインパクトがとても強い品種で、甘さが前面にバンときて美味しいですね。でですね、この房が今年一番の大房になるんですけど、これはちょっと色づきが良くない。ただ実の大きさは尋常じゃないですね。この房はですね、今年はシャインマスカットと同じジベレリン処理で行った房になります。1回目がフルメット 5ppm でジベレリン25で、後半2回目がジベレリン 25ppm ですね。ちょっとね、残念なことに先日の台風の影響ですかね、この根元付近がね、ちょっと見えないかもしれませんが、半月状に割れている部分があります。上の方結構割れちゃってるな。もうこれ以上はね、置いておいても色もつかないし、実の方も落ちてしまいそうなんで、今日こちら収穫していきます。あとこちらですね、こちらも収穫します。これはね、見るからに美味しそう。色はそんなに乗ってないんですが、もう何でしょう、活力にあふれてる房っていうんですかね、もう見る限り絶対美味しいだろうっていう房ですね。あとこちらですね、こちらはね、ちょっと劣化しちゃって穴抜けになっちゃった房なんですけど、これももう収穫していいと思うんで、この3つは収穫していこうかなと思いますね。はい、あとこちらですね、これはね、ハウスの真ん中にあって日があんまり差し込まない場所に無理やり作った房なんですけど、これも結構いい感じです。ただ色がやっぱ乗ってないですね。これはもうちょっと置いてもいいかな。とまあこんな感じでですね、ピオーネの方は10月の頭でもシーズン終盤といった感じでした。うちの畑のピオーネはですね、芽吹くのが一番遅いんですが、熟すのが一番早いというね、不思議な状態になってます。9月の頭にはですね、もう甘くて食べれる状態になってまして、そこからもですね、ぐいぐい糖度が上がっている感じでした。今年はちょっとこれはね、あまりにも実がでかすぎますね。 20g ぐらいありそうですが、ちょっとそれは色づきが良くないです。まあ家庭で作る分にはですね、そこまで大きさこだわるよりはこのぐらいのほどほどの大きさの方がいいかなっていう気がしてきました、今年ぐらいから。ほんとね、3年目と4年目だと味が全然違いますね。本当に美味しかった今年のピオーネ。なんか動画で紹介していない品種が一番出来がいいっていうね、なんだそれっていう状態ですけども、まあまあまあ、そういうもんなのかなと思いますね。
というわけで、じゃあ今日はこちら3房収穫していきます。じゃあ収穫作業やっていきます。はい、ピオーネの方収穫しました。こんな感じですね。うん、もう収穫も終盤でね、三日月型の劣化が根元付近に出てます。まあ、台風の影響もあるんですがね。おっと、ちょっとね、うれうれの状態なんで、あんまり手荒に扱うと実がですね、房から離れてしまいますんで、優しくいきます。これが今年一番の大房ですね。大きいな、実が。やっぱピオーネっていうとね、こういう大きな実が思い浮かびますよね。ピオーネの方も薬害は出たんですが、他の品種に比べるとね、ちょっとその後の対応で結構ケアできた感じだったんですよね。薬害が出たところですね、これ水をかけてですね、そうするとしばらくするとね、パラパラと取れてくるんですけど、その水をかけるタイミングとこの粒の肥大のタイミングがうまい具合に合致したんで、ピオーネはね、日に日に薬害の汚れがきれいになっていったって感じですね。まあちょ、まあところどころ残ってますけどね、こういう形で。よいしょ。でちなみに隣が BK シードです。こうやって見ると BK もそれなりに色づいてはいるんだなぁという感じですね。ちょっとブルームがすごくてね、もっと色がのってないような印象でしたが、こんな感じですね。うん、毎年暑くなっていきますんで、なかなか、よっと。毎年暑くなっていくんでね、なかなか難しいところではあるんですけど、着色が。これなんかもう売れ売れで、台風の影響で割れたのかな、最後。もったいないな。まあ、十分甘いんですけどね。こんな感じです。はい。よいしょ。はい、というわけでこちらのピオーネもね、持ち帰って試食の方していこうと思います。はい、それでは今日はこのくらいで。いつも最後までご覧いただき本当にありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。それではまた、バイバイ。